はい、皆さんこんにちは、森ゆりです。ちょっとなんかアジアンターバンみたいになってますけど、はい、今からこちらのエンシェルズの新色スグトレ黒を使って黒くこんな感じになってますしていきたいと思います。っていうのもですね、ちょっと私今タオルドライをした後にこれをねエンシェルズ入れるんですけれども、なんかすごい手になってる私の今の髪の毛洗うとこんな感じに、今ね写真がここに入れてあると思うんですけど、こんな感じになります。でちょっとピンクの上からこれを入れるので、どういう感じになるのか、ちょっとね多分髪の毛が傷みすぎている子だったりとか、ちょっとブリーチ入れたくないとか、あんまり茶色にできないとかいう子もいると思うので、そういう子のための検証動画になります。で私今髪の毛ですね、ちょっとこの状態を見せたいと思うんですけれども、ちょいと待ってよ。でですね、なんで私いきなり黒にするかというとね、ちょっと明日明後日にかけてちょっと撮影が入っていまして、ちょっと黒にしないといけなくてね。でもね、ブリーチができないんですよ。まあ、見ての通りこんな傷んでるので、本当に多分私みたいに何ですか、傷んでる人でも黒にしなきゃいけないとかってなった時に、明るくしてから染めないと色入らないのかなとか思ってる子もたくさんいると思うので、私のこの状態でどのくらいこのスグトレ黒が入るのかという実験をしてみたいと思います。はい、ということでちょっとガッタだしてな、どっかに置きます。じゃあ用意する方は用意してください。私は汚れてもいい、もうね巻きでやろうと思ってるんですけども、これ、ね、手袋とこの、まあこれはねラップを巻くんですけど、最後ラップ巻いた後にまたこれをしていいと思います。でこれはケープですね。はい、ケープ、これね黒だからケープした方がいいかもしれないね。これちゃんと後ろでこんな感じで巻いてください。後ろに回します。はい、でですね、これ耳なんですけど、耳もねキャップもやった方がいいっちゃいいんですけどね、私別に全然、むしろ目が出ないと見えないからね、私はしなくていいかなっていう。でこれですよ、これちょっと中見てみますかね。よいしょ、こんな感じになっております。色わかる？なんかアーモンドですね、どちらかというとね、すごくいい匂いする。めっちゃ私エンシェルズの匂い好きなんです。では本当はブロッキングをしてやっていかねばならないんですけれども、ブロッキングがすごく難しい髪なんです、私の髪の毛って。美容院でやらないとね本当にバサバサなんで、なのでこれは揉み込む感じでやってった方がいいと思うので、ブロッキングというかもまずこういう感じに分けてちょいちょいと塗っていってもらえるかなと思います。もう結構ここ根元黒いので、なのでそんな感じで塗っていきたいと思います。確実に塗っていきたいと思います。まずねこんな感じでウィーン塗り込んでいくみたいな感じだと思います。でね、そのなんでいきなり黒にするかって、前にこうちゃんにドッキリした時に、なんでスプレーにしたんですかっていう質問が多かったんですよ。それがですね、私のちょっとまあ仕事の事情でピンクにしかできないというか、そんな感じだったので、で今もなんですけど、ピンクでお仕事をさせていただいてるので、やっぱりスプレーとか、あとはこういうね、スグトレ黒みたいな画期的な商品がない限りは、すぐにこう、黒染めとかできない状態なので、これをね、ちょっとバトさんからいただいたので、今回は使わせていただいております。バトさんありがとうございます。で、今こんな感じで塗ってます。で、ほんと揉み込む感じで、時々ね、ちゃんと、もう今ね、左半分。できてると思います。で、ここ今塗ってないね。で、ほんと揉み込む感じ、こういう感じでいいと思う。
これ本当に多分なんていうのブリーチとかしてマジで傷んでる子とかでなんか黒染めしてからまた明るい色に染めたいとかよくいると思うんですね。で黒染めしなきゃいけないのが就活とかさなんかそういう時に結局ブリーチまたしなきゃいけないのまた傷むのとかってなる子いっぱいいると思うのなんだけどこれは本当そういう人たちの味方で要は本当もう1週間2週間3週間とかではもう3週間後には多分シルバーぐらいになっている色味なのですごくめっちゃいいと思います。これもう染まってきてない黒にいいと思う。めっちゃ良きだと思う。本当はねいろんな色にしたいんですけど今はちょっとこの1ヶ月はねお休みをしようと思って今ちょっとピンクから黒へと就職をして転職か転職ですね転職をしてって感じになってますね。黒になるといいな。よいしょ。めっちゃ黒くはなりましたね。このダークモカみたいな色になった。あでもチェリーピンクみたいになってるね。結構あとは置き時間によると思います。 2,30 分とか結構長い時間置くと黒くなってくれるのではないかなと思います。ねえこうちゃん来て来ていいから来て。伸びてってピンクのところとかあったらそこに乗り込んでいって。ここどこな見えないから。ということで結構暗くなった。はい、黒を入れました。ということで30分ぐらい放置したいと思います。これはねここちょっとできなかった。メガネに当たるからできない。あのね取れって思うでしょ。私 0.03 しかないから見えないですよ。でコンタクト入れればいいと思うでしょ。コンタクトないんでなら染めるなって言うでしょ。今染めないと明日仕事なんです。はい、ということでちょっとこういう状況の中でやるからこそのすぐ取れ黒だと思うのでとりあえずこれをね染めていきたいと思います。で残りがね結構残った。ほら結構残りました。半分ぐらいかな使ったの。なので私ショートよりちょっと長いぐらいなんですよ。セミでもなくみたいなぐらいなんですけど半分ぐらいあればセミロングの人はまあ足りるかなという感じでございます。ということで30分おきたいと思います。はい、ということでこんな感じになりました。ちょっと時間が今深夜の3時とかになっちゃったのでちょっとあれなんですけども3、40分おきました。でだいぶここのあれに比べたらここに今乗っけてますけどに比べたらもう全然ねピンク感は薄れて黒に近づいてるかなと思います。ほらこっちの方が黒かな。こんな感じですね。はい、で前髪もこんな感じで黒く暗くなってますね。はい、でちょっと光が当たって明るくは見えてると思うんですけど照明もここに焚いてお風呂の照明とともにここに照明焚いてるのであれなんですけどこの最初の赤というかピンクというか紫よりかはすごい黒くなったなと思います。で、すぐ取れ黒を試したのはちょっとね紫がね強すぎるなって思ってで今日のお仕事、今日も行かなきゃいけないんですけど今日のお仕事がちょっと黒系のちょっと地味な感じでお願いしますって言われたのでもう全然本当に超いい色になりました。はい、でもともとこの色はずっとで黒なんですけどカラートリートメントになるので全然髪を傷まずに染めることができます。明るい色が入ってたりとかするとすごく入りやすい色なんですけどなのでちょっとこう紫とかなんていうのダーク系なちょっとビビッドというかに入るのかなって思ってちょっと不安だったんですけどバッチリ
入ってくれました。なのでこれからお仕事に、これからお仕事に向かいたいと思います。ということで皆さん、すぐトレクロぜひ試してみてください。森有でした。カラーバターエンシェルズ、皆さんよろしくお願いします。バイバイ。チャンネル登録してね。